お疲れ様です。お疲れ様です。今年も選手とテレタマのコラボタオルを作成しようかなって考えてるんですけれども、何かちょっと蛭間選手にいい案をいただけないかなと。熱い気持ちをこう全面に出したいんで、はい、魂でお願いします。漢字で、はい、一文字、はい、魂。タオルのどの辺にとか、ど真ん中に、ど真ん中に魂っていう感じで。なんか色とかデザイン、こういうのがいいなみたいなのあります？もう炎ですね。あ、この燃えてる、もう燃えてる感じ。はい、赤。そうですね、赤でもうファイヤー、炎です。え、その魂っていうのは、はい、何魂なんですか？もう全てにおいての魂です。もうあ、その何々魂ってあるじゃないですか、ライオンズ魂、うん、もう何にでもつなげられるようにってことですか？魂、うん、色は、はい、お、色、ちょっと僕水色好きなんで、はい、水色系がいいですね。こんな感じで大丈夫ですか？色、もうちょっとあれ、もうちょい薄いのがいいです。もうちょい薄いの、はい、もうちょい水色っぽい感じの、はい、なんかじゃあ爽やかな感じがいいですか、それともなんかちょっと熱いやつがいいですか？両方あるみたいな。あ、クール&ホット、心は熱くみたいな。ああ、なるほど。頭は冷静に。お、心は熱く頭は冷静にがいいじゃないですか。じゃあ文字でそれタオルにできますか？できますよ。いいじゃないですか、マジで。関西弁の方がいいですか？ほな、イコカーでいく。あ、なるほど。ファンと一緒に行こうかみたいな。あ、一緒に。あ、いい、それにしよう。いいじゃん、決まりで。あります。自分のタオルが出るとしたらどんなものがいいですか？もう僕が、辰年生まれなんで、こう辰のデザイン。なるほど。辰とライオンズの獅子のコラボレーション。ああ、おー、なるほど。でそこにまあ多分テレタマ君も入ると思うんで、はい、あ、いいんじゃないですか、いろいろ。じゃあそこを混ぜたりして獅子と辰で、はい。例えばメインカラーとかって何かあったりします？こうイメージ、好きな色とか。青が好きです。あ、じゃあよりライオンズっぽくなるじゃないですか。言葉は、はあ、いいですよ。それでも個性出ますよ。なしです。なしで。タツと獅子の、はあ、もうなんか強そうな感じ。強そうな感じ、はい、で、メインカラーは青、はい、いや、いいじゃないですか、バッチリです。チームのそのタオルとか見てると結構、マメちゃんっていうその僕が呼ばれてる、うんうん、名前のタオルがちょっとないんで、あ、豆だの豆の部分が結構フォーカスされがちで、うんうん、なんですけど、そこをあんまりタオルとしては出てないんで、まあ、ちょっとそれを踏まえて豆ちゃんっていう、まあ、ちゃんの茶との間にちょっと伸ばし棒というか、なみなみのついた伸ばし棒。なみなみのついた伸ばし棒、何本ぐらいいきます？ちょっととりあえず抑えめに1本1本で、はい、ちなみに色とかって何色がいいって分かります？青も結構好きだし、まあ、他だったらまあ緑もそうだし、結構ピンクとかも好きなんで、うんうんうん、まあ、好きな色ちょっと多すぎて。はい、3色ってことですか？そうですね新しいかもしれないさあ、4選手にタオルの文字、デザイン聞いてきました。はい、個性が出てましたね。出てますし、はい、あと意外なのが、はい、結構スッと皆さんね、アイデアが出るし、で、出始めたら凝り出す。わかります。ちょっと待って、やっぱりこっちがいい。あ、やっぱ、待って、こっちがいいです。ね、文字は、あ、ちょっと、なんかね、うん、あ、なんか僕は嬉しいな。企画にかなり前のめりなんだなっていう感じがありましたね。うんうん、皆様も、もうすでにね、投票していらっしゃる方もいらっしゃると思いますが、はい、まだの方、まずはぜひテレタマアプリをダウンロードしてください。うん、そして、改めまして、1回戦ですが、ピッチャー部門ですね、渡辺投手対豆田投手。はい、野手部門は西川選手対蛭間選手。はい、どちらかですね、1票ずつちゃんと入れていただきまして、うん、そして次回、決戦投票の模様をお送りしたいと思います。はい、ご協力よろしくお願いします。お願いします。 CM の後も番組はまだまだ続きます。